殺したかった、神になりたかった。逮捕時にこう供述した男、青野圭被告28歳。しかし裁判では一転、殺意を否認しました。起訴状などによりますと、青野被告は2020年7月、豊橋市の路上で乗用車を時速およそ130キロまで加速させて、除草作業の現場にいた3人に無差別に突っ込み、警備員の夏目義雄さんを殺害して、男性作業員2人に重傷を負わせた殺人などの罪に問われています。これまでの裁判で検察側は、夏目さんらがいると分かって突っ込んだなどと指摘し、懲役30年を求刑。一方、弁護側は殺意はなかったと主張していました。また青野被告が犯行当時の状況を話す場面も。ストレスが溜まっていて自分をコントロールできなくなってしまい、暴走行為をして中央分離帯に突っ込んでしまいました。今日迎えた判決公判で裁判所は、強い殺意があったとは言えないが、人が死ぬ危険性の高い行為であると認識した上で、それでも構わないと考えて行為に及んでいるなどとして懲役20年を言い渡しました。